はい、それではここからですね、第 4.7 節の方逆元の計算に入りたいと思います。テキストは60ページです。でまず方逆元の計算がどのようなものかについて一応説明しておきます。ここではその R っていうのを可換換としまして、で I を R の異であるとします。でそうしますと、その I を異であるで割った常用感というのを考えることができます。まあ、常用類のなす感ですね。で、もしこの常用感の元 A がですね、単元、すなわち、これは情報の逆元を持つというときに、この情報の逆元となるこの常用感の元を計算しましょうというのが、今回の方逆元の計算というテーマです。で、まあ、今回紹介するのは、まあ、理由がありまして、まあ、この計算にその拡張ユークリッドのご情報が有効であると。ということで、まあ、拡張ユークリッドのご情報を使って方逆元の計算をするという応用を紹介します。ということで、まずその根拠になります定理の紹介です。テキストでは定理の 4.48 に出ております。まず、R と D をユークリッド正規とします。で、R が正規で D がそのユークリッド関数ですね。で、それから A と M を R の元とします。でこの時、A 棒の M と書いたのは、その、A の M を法とする常用ですね。これが、その常用感 R オーバー MR の、まあ、単元に等しい、ということ の、 必要十分条件として、この A と M の、GCD が1に等しいということが成り立ちます。でさらに、この時ですね、まあこの A と M が互いにそのときに、この拡張ユークリッドご情報のアルゴリズムを用いて、この R オーバー MR における、この A、M を法とする A の常用類の情報の逆元 B を計算可能であるというのが、まあ、この定理の主張です。一応、この証明をですね、ざっと見ていきます。まあ、ほとんど、あれですね、いろんな題材定義の言い換えになるんですけれども、まずその A ボード M、 すなわち M を法とするこの A の常用類がですね、この R オーバー MR の単元であるとはどういうことを言うかっていうと、まあ、R にある S という元が存在して、SA が M を法として1と合同であるということを言います。だからこのつまり常用感の中ではこの S と A をかけるとまあ1に等しくなるような A がそあの S が存在するということですね。で、この合同式をですね、合同式の定義を言い換えるとこれは何かっていうと、実は R ある R の元 T が存在して SA-1 がM の T 倍に等しくなるということを言っております。で、これをさらに、ちょっと移行すればですね、これは、ある、S と T が存在してですね、SA プラス TM イコール1が成り立つということで、ということは、まあ、A と M は互いにそうであるということを言ってるわけですね。そして、この SA プラス TM イコール1における S と T が、拡張ユークリッドのご情報を用いて、容易に計算できるというのが、この定理の証明の骨格となっております。で一応、尾行としまして、こういうことが言えるわけです。今、その A と M が与えられておりますので、A と M からですね、拡張ユークリッドのご情報の計算を行うわけですが、この、これはアルゴリズム EA ですね。アルゴリズム EA に、この A と M を入力したときの出力を R と S と T の組とするときに、まあ、R が1であれば、これは、その A と M が互いにそうである、すなわち、その S モード M っていうのが、R オーバー MR における A モード M の情報の逆元となるということがわかります。一方で、R が1でなければ、これは、その A と M が互いにそうではないということで、この A というのは、この A モード M か、A モード M という元は、この R オーバー MR っていう状況においては単元ではなくてですね、情報の逆元も存在しないということがわかります。
ということで、実際にじゃあ、例題でですね、この方逆円の計算をやってみましょうということが、例題の 4.49 に出ております。ここでは、その R を整数間、それから M を29、A を12としました。で、問題は、この M イコール29を法として、A イコール12の逆円が存在すれば求めてみましょうというものです。そこでじゃあ実際に M イコール29とそれから A イコール12からですね、拡張ユークリッドのご助法でこの R と S と T を計算しています。でアルゴリズムに、この29と12を入力していくわけですけれども、アルゴリズムの動きを追っていきますと、まず R0 と S0 と T0 をですね、29と1と0というふうに定まりまして、次に R1 と S1 と T1 の組は12と0と1というふうに定まります。一応確認ですけど、S0、TA0 と S1、T1 はあらかじめ定義が決まってますので、アルゴリズムの方を見ておいてください。で、R2、S2、T2 からですね、この実際に序断を行って、値を決めていきます。で、これは R0、SL、T0 の組から、R1、S1、T1 の、Q1 倍を全部引くっていうんですけども、この Q1 っていうのはどうやって決めるかっていうと、R0、R1 で割った時の小ですね、これを Q1 と置くということです。でそうしますと、ここでは5、1、2という数の組になります。でさらに、同様にですね、今度 R3、S3、T3 の組を計算しますと、やはり割り算、R1 を R2 で割った割り算で計算して、2とマイナス2と5ですね。という形で出てきます。で、さらに R4 と S4 と T4 の組を計算しますと、1と5とマイナス12というふうに、決まりまして、この時点で、A と M の単位にしようということが分かるんですけれども、一応アルゴリズム的にはもう一回ですね、R5、S5、T5 を計算して、乗用が0になるところまでの計算をしている点に注意してください。ここで乗用が0になりましたので、この1ステップ前の R4、S4、T4 の結果を見て、その i が4のときに 5×29 プラスマイナス 12×12 が1に等しくなるという関係が得られます。で、このことからですね、その a が a イコール12に対して、その a のマイナス12倍っていうのが29を法として1に合同になるということが言えます。で、この方逆円というのは、ちょっと見てもらって分かるように、この場合ですと、この29 の、倍数だけの不定性が あるわけでして、方逆円は1個ですね、マイナス12が見つかれば、あとマイナス12プラス29の整数倍が全部、この A の29ほどの逆円になるわけですけれども、仮に、これ正で一番小さい逆円を求めようと思えば、マイナス12に29を加えた17っていうのも、これやはり逆円ですので、17、この場合は17を、29ほどで12の逆円の一つというふうに答えておくことにします。もちろん、マイナス12でも構いませんけれども、課題によってはですね、この、政府の、例えば、正で最も小さい逆円を求めなさいとかっていう場合が、課題として出る場合もありますので、そういう場合には、この値をうまく調整して、答えるようにしてください。ここまでよろしいでしょうか。